相良より相良佐原大正13年3月12日は、明治時代の家族。人吉藩14代藩主相良長福の長男。幼名、竹幸信。15位、死者貴族院、金。妻は、徳大寺金との御女、中子。子に、貞子、大鳥子、養子に、相良よりつな。よが生まれた翌年に、父が母子したため。 おじのよりもとが十五代藩主となる。後によりもとの養子となる。明治五年九月二日、十五位に除任する。同年九月十五日、明治天皇に廃越する。明治八年五月二十二日、矢部よりもとが隠居し、家督を継ぐ。明治九年十二月、宮中志向となる。その後、家族部長局初期などに歴任する。明治十四年、 伊藤博文の憲法調査に随行する。明治17年7月8日、死者区に助釈。明治23年7月、貴族院議員に選ばれる。明治30年7月、貴族院議員に再選される。大正13年に死去。よりもとのこのよりつなが家督を継いだ。大正5年の時事新報の記事で、東京府東京市麻布区に在住する100万円の、 資産を有する者として取り上げられるなど家族の中でも屈指の資産家であった。ありがとうございます。